1974年、平石さん誕生。幼少期は大阪府で過ごす。小学3年時、佐賀県に引っ越し、1990年、佐賀県立鹿島高校入学。1993年、早稲田大学政治経済学部入学。4年間、インストラクターのバイトをする。1997年、アナウンサーとしてテレビ朝日入社。スーパー J チャンネルで現地リポーターを担当。2000年、スーパーモーニングでコーナーを担当。2002年、ニュースステーションのサブキャスターを担当。2003年、結婚。2004年、テレ朝ニューヨーク支局担当。同年、イチローのメジャー記録を現地観戦。帰国後、5期検定2級合格。2010年、ヨンピョン島攻撃事件現地取材。島に向かう船内で二次攻撃の可能性を聞き、地を覚悟した。2011年、野次馬テレビ総合司会担当。2年間、朝1時半起きの生活に。2013年、野次馬という番組名が取材に支障を来すことから、改名に伴い番組終了。2014年、テレ朝で最も番組に出演したアナウンサーランキング1位。2016年、報道ステーションのフィールドキャスターに全国47都道府県を制覇。2019年、アベマプライムの司会進行に、就任から毎日、放送前までに扱うニュースを理解し、ゲストの本も必ず一冊読んでいる。同年下旬、番宣で歌わされる。2020年、猛獣使いと呼ばれ始める。2021年、トークが上手いアナウンサーランキング1位。同年初旬、アベマ大学3年生になる。以上が、平石直之の人生史です。編集の励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。